平野紫耀、香港のビトンファッションショーで国宝級のスタイル。世界中のファンが歓喜の声。東京の新たなファッションアイコンとして君臨する平野紫耀が、香港で開催されたルイ・ビトンの2024年プレフォールメンズファッションショーに招待され、そのスタイルが国宝級とまで称えられています。 彼は元キングプリンスへのメンバーで、神宮寺ゆうた騎士ゆうたと共に結成されたグループンウンベルナンバーアイ、知られていますいます。この記事では、平野仕様の香港でのファッションショー参加に関する情報と、そのファッションに対するファンの反応に焦点を当てます。平野仕様、26が自身の SNS を通じて、 香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024年プレフォールメンズファッションショーへの招待を報告しました。彼はダミエ柄の緑のスーツで華やかに身を包んだ写真を公開し、素敵な時間でした、とコメントしました。また、歯磨きしながら鏡で自撮りした写真も共有し、そのキュートな姿勢にファンからは歓喜の声が上がっています。平野耀 多くのファンが平野仕様のスタイリッシュなファッションに対して賞賛の言葉を寄せています。特に緑×黒の市松模様、ダミエ柄からは、鬼滅の葉の主人公、炭治郎を連想させるという声が上がっています。彼のスタイルが国宝級とまで評され、その独自性に多くの人が感心しているようです。 この服をこれだけ着こなせるのは潮君しかいないと思う歯磨き紫陽君の写真が宝物世界のセレブの仲間入り最高に素敵だったといったコメントが SNS 上で溢れており彼のファッションセンスが国際的なファッションシーンでも高く評価されていることが伺えます。また、綺麗な墨次郎、炭治郎に見えた令和の炭治郎を見たい上質な炭治郎といった鬼滅の にに登場すするるなぞららコメントも多く寄せられていますこのようなファッションの選択がファンとの共感を生んでいるようです。香港でのファッション賞参加が平野紫耀にとって新たなステージへの一歩となりました。これまでの芸能活動においても、 彼はその才能と個性的なスタイルで注目を集めてきましたが、国際的なファッションシーンでの存在感を高めつつあることは間違いありません。ファンの歓喜の声、ファンからのコメントには、単なる賞賛だけでなく、平野仕様への深い愛情が感じられます。彼の歯磨き姿にキュンとするファンや、丹次郎になぞらえる声など、そのファッションに対する感想は多岐にわたります。 SNS 上で寄せられたコメントの一部を紹介します。歯磨きしながらの鏡越しに目が合うのキュンとしすぎてしんどい。歯磨き紫陽くんの写真が宝物。この服をこれだけ着こなせるのは潮くんしかいないと思う。最高に素敵だった素敵な時間でした。世界の平野仕様にまた一歩、全身とうとう世界に見つかっちゃう世界のセレブの仲間入り。綺麗な墨次郎。 炭治郎。炭治郎に見えた令和の炭治郎みたい上質な炭治郎。これらのコメントからは、平野市用の国際的なファッションアイコンとしての地位が確立しつつあり、彼のファッションセンスが世界中で愛されていることが伺えます。 香港でのルイ・ヴィトンのファッションショーへの参加を通じて、平野潮は、その洗練されたスタイルと独自のファッションセンスで国際的な注目を集めました。彼のスタイルはファンからだけでなく、ファッション業界からも高い評価を受けており、これからますますその存在感が際立つことでしょう。香港でのショーに招待された瞬間から、SNS 上では国宝級とまで称えられ、 そのスタイルに関するファンの期待が高まっています。今後も平野市用のファッションに対する注目が続き、彼がファッションアイコンとしての地位をどのように築いていくのか、ますます注目が集まりそうです。